先週末にアジアリーグが開幕したアイスホッケーです。早速ですが、ここで簡単にルールをご紹介します。お願いします。はい、試合はキーパーを含めた6対6で行われます。選手の交代は自由です。試合時間は20分ずつの3ピリオド制で行われます。陸上でも大変ですが、氷上だとより体力の消耗が激しそうですよね。そうなんですよね。フィールドプレイヤーが動き続けるのは長くても1分が限界と言われています。そんな中、横浜に拠点を置くアイスホッケーチーム横浜グリッツ、5年目のシーズンにかける思いを取材しました。一昨日行われた開幕戦と合わせてどうぞ。横浜市港北区にある新横浜スケートセンター。ここで日本韓国によるアイスホッケー国際リーグアジアリーグの開幕に向けて汗を流しているのが横浜グリッツです。まだまだアジアリーグレベルに来てないのかなっていうか、その体力面とかでそこら辺がまあ課題だなっていうふうにはずっと思ってました。昨シーズンまでの4年間思うような結果が出ていないグリッツ、課題を口にしたのは今年6月ヘッドコーチに就任した元日本代表監督の岩本裕二さんです。やっぱりフィジカルコンディションにはもちろんアジアリーグレベルまで持っていかなきゃいけないなっていうふうに思ってますし、今年から朝7時から8時まで必ず陸トレっていうのをやってるんですけども、やっぱりそこで選手の目の色も変わってきましたし、個々の選手のポテンシャルっていうのはすごく高いものがあると思いますので、それを生かすのもやっぱりフィジカルコンディションをもう一回トップアスリートとしてのものを持っていきたいなというふうに思ってます。戦えるチームを作るため土台となる体作りから始めた岩本ヘッドコーチ、2019年の世界選手権で日の丸を背負ったキャプテン3年目の岩本和真選手は今年のチームに手応えを感じていました。日本代表で監督コーチを務めていたということで、やっぱ世界のレベルを見てきている、でも新しいホッケーのシステムを入れてとにかくアグレッシブにいくっていうアイスホッケーのスタイルやってるので、それがだんだんこう浸透してきて今いい状態になってきていると思います。そんな岩本キャプテンは新ヘッドコーチ岩本裕二さんの甥、お互いにやりにくさなどないのか聞いてみると、彼はチームをまとめたりする存在ですし、チームがちょっと良くないなと思うときはカズも怒るようにしています。そこでチームを引き締めたいなというふうに思ってます。はい、キャプテンということもありますし、私自身がこうだらしないことをやるわけにはいかないので、プレーに関しても物足りないところがあったらこう厳しくしていくことでチームが良くなっていくのかなと思うので、どんどん怒ってくれとは言わないですけど厳しくしていただくのはありがたいことです。そしてもう一人の中心選手、グリッツ2年目唯一の現役日本代表大沢優斗選手はチームの意識改革のため代表で得た知識と経験を積極的に選手たちに伝えていきます。去年はこう接戦をできる試合はすごく増えてきたんですけれど、なかなかそう接戦を勝ち切るってことができなかったので、今回代表としてもオリンピック予選で勝ち切れなかったっていうことだったんですけれど、1試合にかける1個のこうシフトだったりピリオドにかけるチームの結束感っていうのはすごく僕は感じた代表だったので、やっぱそういうのをこうチームに持ち帰りたいなっていう思いはすごく強くて、やっぱりこうチームみんなで体を張って、誰かがやって誰かがやれないとかはやっぱり団体スポーツとして強いチームになるイメージが湧かないので、やっぱりそういうことをチームとしてできるチームになったらいいのかなっていうふうに思ってます。生まれ変わろうとしている横浜グリッツ、新加入で注目はカナダ、アメリカなどで7年間プレー、 U18 日本代表経験を持つゴールキーパーの富田海選手です。今年は浜勝ち 200% ということで、デュアルキャリアとアイスホッケー両立してやるっていうのは、アイスホッケーだけで生活するっていうのはすごく難しいと思うので、2つのことに 100% で尽くすっていうのはすごく僕にとって魅力的だったので横浜グリッツに決めました。日本で初めてのプロ生活でデュアルキャリアという道を選んだ富田選手、速いものは時速160キロ近くのスピードで飛んでくるゴム製のパック、キーパーをやっていて怖くはないのでしょうか。
あまりゴールキーパーをしていて怖いなって思ったことはなくて、顔だったりその、まあ、痛いところももちろんありますけど、当たるっていうことはまあ止めれているってことなので、まあ、そっちの方の喜びが大きいですし、僕は割とシンプルなプレーが好きなので、チームをまあ救うようなビッグセーブというよりかは、まあ、淡々と自分のプレーを、自分の仕事をするっていうのが好きなので、そういうシンプルなプレーを見てほしいなというふうに思います。まずは、開幕戦チームの勝利に貢献できればなというふうに思います。そして迎えた一昨日の開幕戦、その富田が躍動します。第1ピリオド5分、ノーマークで放たれた相手の強烈なショットを一度弾いてキャッチ、冷静なプレーでゴールを守ると、11分、新加入の久慈が強烈なミドルショットを叩き込み、昨シーズン3位のフリーブレイズから先制点を奪います。続く第2ピリオドには相手のミスもあり追加点を挙げた横浜グリッツ。体力の落ちてきた後半、相手の猛攻により防戦一方になりますが、キーパー富田が浮いた球も、ペナルティーショットも、さらに至近距離でもゴールを割らせず相手を完封。横浜グリッツがアジアリーグ開幕戦を白星で飾りました。いつも熱い応援ありがとうございます。これから長いシーズン、たくさんの試合があります。皆様に感動する試合を毎試合お届けしたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ルーキーの富田選手、デビュー戦でいきなり活躍、すごいですね。意気込み通りでしたね。横浜グリッツ、昨日の第2戦は残念ながら敗れてしまいましたが、シーズンはまだ始まったばかりです。新横浜で行われる次のホーム戦は今月28日、リンク周りは寒いので、興味を持った方はぜひ長袖持参で足を運んでみてはいかがでしょうか。